ラビシングリックルードはアメリカ合衆国のプロレスラー。ミネソタ州ロビンズデール出身。マッスルボディと腰をくねらせるパフォーマンスで知られる。腰くねパフォーマンスは一時期、長谷博氏も好んで真似していた。また、対戦相手の情けない姿が描かれたロングタイツもトレードマークだった。ニキタコロフラと同じくロビンズデールハイスクールの出身であり、 ミネアポリスの酒場でロードウォリアーズやバリーダーーと共に用心棒として働いていたところをエディ・シャーキーにスカウトされ、シャーキーのトレーニングを受けて1983年にデビュー。地元のミネソタやカナダを転戦後、アメリカ南部を主戦場にヒールのポジションで活動。メンフィスのクアではジミー・ハートのファーストファミリーに加入し、 1984年6月11日に、ジェリーローラーから、アワ南部ヘビー級王座をダッシュ。10月8日には、キングコングバンディと組んで、ファビュラスワンズを破り、ドータック王座も獲得している。フロリダの CWF では1985年1月16日に、ペッツワトレイから、NWA 南部ヘビー級王座を、4月16日に、ジェシーバーと組んで、 ジェイ・ヤング・ブラッドマーク・ヤング・ブラッドから US タック王座を奪取した。ダラスの WCCW では1985年11月4日にキング・パーソンズを破り NWA アメリカンヘビー級王座を獲得。翌1986年2月、WCCW の NWA 脱退によるタイトル名の解消に伴い、そのまま 北は世界ヘビー級王座の初代王者に認定されている。同年5月5日には、ランス・フォン・エリックを下して、TBO 王座も獲得した。WCCW では、パーシー・プリングル三世がマネージャーを務め、ザ・グレート・歌舞伎や、ブラック・ジャック・マリガンと共闘、ケビン,ンケリー・フォン・エリックをはじめ、ミッシング・リンクや、ブルーザー・ブロディとも構想した。 1986年の下沖からは、ジム・クロケット・ジュニア主催の NWA、ミッド・アトランティック地区に進出し、ヒール軍団のポール・ジョーンズ・アーミーに加入。レイジング・ブルコとマニー・フェルナンデスとコンビを組み、12月6日に、ロックンロール・エクスプレスから NWA 世界タッグ王座を奪取、以降もロックンロール・エクスプレスや、ロード・ウォリアーズとタイトルを争った。 1987年7月より WWF に参戦し、ボビー・ヒーナンをマネージャーに迎えて、ポール・オーン・ド・オンドフや、ジェイク・ロバーツと構想。1988年1月9日には、ボストン・ガーデンにて、ハルク・ホーガンの WWF 世界ヘビー級王座に挑戦した。1989年は、アルティメット・ウォリアーと抗争を展開、4月2日。 開催のレッスルマニア V で、ウォリアーから、WWF インターコンチンネンタル、ヘビー級王座をダッシュしている。1990年に、WCW に移籍し、ポール・ E ・デンジャラス・リーの、デンジャラス・アライアンスに加入して、リッキー・スティム・ボートラと交想。1991年11月19日、スティングから、WCW ・ US ヘビー級王座をダッシュ。 1992年12月に負傷のためタイトルを返上するまで、ニキタコロフやダスティン・ローデスを挑戦者に長期政権を築いた。復帰後の1993年は、リック・フレアーと交想を展開、9月19日の PPV ホールブロール1993ではフレアーから勝利を収め、WCW インターナショナル世界ヘビー級王座と解消された。 フレアモデルのベルトを獲得している。日本へは1991年7月に全日本プロレスに初来日。テリー・ゴディスティーブ・ウィリアムスと共闘して、スタン・ハンセンとも対戦し、シングルマッチでは、田上明アキラからホール勝ちを収めた。1992年8月には新日本プロレスに参戦し、G1 クライマックス決勝戦で、長野正宏に敗れるも、準優勝を飾り、 1994年は、ハセヒロシラと激闘を繰り広げたが、5月1日に、福岡ドームで、スティングから、WCW インターナショナル世界ヘビー級王座を、ダッシュした試合中に、頸椎損傷の重傷を負い、以降は一度も試合をすることなく、現役選手としては、引退状態となり、マネージャーに転向した。年には、イカプリングウィズに登場し、 当時、イカップリングウィズ対 WWF の敵対アングルでトミードリーマーと交想していたジェリーローラーとも結託。同年9月、イカップリングウィズとの提携ルートで WWF に再登場。ショーン・マイケルズ、ハンター・ハースト・ヘルムスリー、チャイナラの第一次 D ・ジェネレーション X に保険会社のエージェントとして参画した。 1998年には再度 WCW へ移籍し、ヌオーに加わって、カート・ヘニングのマネージャーを担当。WCW には、同年の末まで在籍した。1999年4月20日、心臓麻痺により死去。40歳没。デビューから一貫して、ヒールで活動し、ベビーフェイスを演じなかった数少ないレースラーだった。2017年、 WWE 電動に迎えられた。3月31日にフロリダ州オーランドのアムウェイセンターで行われた電動入り式典には遺族が出席し、かつて WCW で構想を繰り広げたリッキー、スティームボートがインダクターを務めた。ありがとうございます。